愛媛 catv。かけ放題も訪問サポートも全部込み込み。ケーブルモバイルの安心スマホパック。十一月二十三日と二十四日に開催される。愛媛松山産業まつりのブース出展に先駆け。二十二日。横須賀市と石川県の観光 pr に。愛媛 catv を訪問しました。 訪れたのは、神奈川県横須賀市文化・スポーツ観光部の職員らと、横須賀海軍カレーの公式キャラクタースカレー、そして石川県企画振興部の職員と、2024ミス100万石に選ばれた小坂桃さんです。松山市友好都市でもある横須賀市と石川県は、この度地元の魅力をアピールするため、産業祭りに出展します。 横須賀市からやってまいりました横須賀市役所観光課の沼尻と申します、それからこちらにいるのが福田になります、そして横須賀海軍カレーのスカレーです、マスコットになります。 横須賀市はですね、町山市さんと平成25年から観光交流都市協定を結ばせていただいておりまして、横須賀といえばあのカレーなんですけれども、カレーで町おこしをして、今年で25周年になります、今度の産業まつりではで、ね、明日からあさってと、カレーを販売いたしますんで、海軍カレー食べられますんで、ぜひ来てください。そのの…他、今私が来ているこの スカジャンあの横須賀のジャンパーっていうところでスカジャンってなってるんですけれども、このスカジャンのですね試着体験ですとか、あと皆さんもご存知のこのミキャンとここにいるスカレーがコラボした、わかりますかね、このミキャン、スカレー、缶バッジ、これをあの我々の横須賀市のブースに来ていただいた方、確実先着500名様に無料でプレゼントしておりますので、ぜひブースにお立ち寄りいただけたらなと思っていします。 石川県金沢市から参りました2024ミス100万国の小坂桃と申します同じく石川県金沢市から来ました石川県庁空港企画課の穴田と申しますよろしくお願いします 今回は愛媛松山産業まつりに出展させていただくためにこちら松山,市松山市にやってきましたと我々石川県のブースでは能登商品を含めた石川県のお菓子などいろいろ名産品の販売とあとは観光 PR をさせていただく予定です。 はい石川県は、えー、元日に能登半島地震で一部地域が被災されておりますが、えー、その地域を除いては通常通り観光できる状態でありますのでぜひお越しいただければと思います、えー、石川県の冬の魅力を少しお伝えしたいなと思うんですけれどもやはりこの季節は何といっても海の幸がおすすめです。 石川県で水揚げされた加納ガニや香箱ガニそして油のの,のった寒ブリであったり私は甘エビが大好きですそして観光地としましては私がおすすめしたいのはケンロクエンですちょうど今紅葉のシーズンで私はちょうど1週間前に行ってきたんですけれども少し早かったみたいでもうちょうど今が見ごろなんじゃないかなと思います。えー、秋ももそうですが冬も次は雪景色を 見れるのでぜひ皆さんお越しいただければと思いますそうは言っても皆さん松山から石川県遠いなと思う方多いと思います実はこちらポスターにもありますが羽田空港で乗り継いでいただくとなんと早い便だと3時間 と朝市の便で松山空港から出ていただくと石川県の小松空港に10時半ごろに着いていただけてお昼から観光を楽しんでいただけます乗り継ぎ運賃の設定だったりですとか早めのご予約往復のご予約でさらにお得にと来ていただけますのでぜひ次のご旅行にと石川県選んでいただければ嬉しいです、はい、では明日のブースもぜひ皆さんぜひいらっしゃってください。 23日と24日に開催される愛媛松山産業まつり、ぜひ足を運んで、地元の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。